皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1988年公開の、アキラ。英語題、アキラ。監督は大友克洋。脚本は大友克洋と橋本伊蔵。主な声の出演は、岩田光雄、佐々木希、小山真美、など。1988年、関東地区に新型爆弾が使用され、第三次世界大戦が勃発した。2019年、ネオ東京。金田をリーダーとするバイクの一団は高速道を疾走するが、先頭にいた鉄夫は突然視界に入った奇妙な小男を避けきれずに転倒。小男と鉄夫は直ちに現れた軍のヘリに収容され飛び去ってしまった。翌日、鉄夫を探す金田は、アキラという存在を追う反政府ゲリラの K と出会う。というストーリー。同名漫画を原作者の大友克洋自らが映画化。その映像の完成度の高さは日本のアニメを世界に知らしめた。30年以上も前の作品なのに今見ても全く色褪せていないのはすごい。映像だけでなく、民謡を織り混ぜたような音響や音楽が独特の味を出している。その意味では好みが分かれるところ。かなりボリュームがある原作の話を、鉄夫と金田の物語としてうまくまとめているが、ストーリーとして弱くなってしまった印象。映画オリジナルのエンディングは唐突感は否めないが、まあ、これはこれであり。ということで、評価は。Thumbs up!